いらっしゃいませ。すっごく会いたかった。上流さん、また来てくれてすっごく嬉しい。会えなくてとっても寂しかった。今回も楽しませてくれよ。もちろん、上流さんとお話しすると絶対盛り上がるから大丈夫。お、次は何にされますか？すいません、こっちお願いします。上流さん、乾杯。上流さん、私とデートするとしたらどこに連れてってくれますか？夜景の見える展望台だな。わあ、ロマンチックでいいですね。私たち以外誰もいなければもっといいんですけどね。こう見えて私、どんなことも投げ出さないで頑張るタイプなんですよ。そう見えてるよ。すっごく嬉しいです。毎日コツコツ頑張ってると伝わるものですね。またすぐ会えるの待ってるね。いらっしゃいませ。ああ。いらっしゃいませ。すっごく会いたかった。次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。上流さん、乾杯。異性にされたらキュンとくることですか？じゃあ上流さんは私に何してくれますか？サプライズプレゼントだな。あ、それはちょっと嬉しいかも。いや、結構嬉しいです。かなりかなり。私、コスプレをして自撮りをよくやるんですけど、最近なんだか過激になってきちゃって。
想像するだけで話が。もうそんなことで話なんて出ないでしょ。でもいやらしい目で見られるよりいいかも。今度大きなオーディションがあるんです。それに受かれば少し夢に近づけるんですが、日にちが近づくとどうしてもやっぱり不安で。上流さん、私のこと励ましてくれませんか。いつも通りで行けば大丈夫だ。そうですよね。今までで得た経験をぶつけてみようと思います。ねえ上流さん、この後予定空いてますか。アフターどうですか。ご一緒しよう。やったー、ありがとうございます楽しみ。じゃあまた後でね。お待たせしました。それじゃあ行きましょう。私行きたい場所があるんですよ。行きたい場所？どこに行くんだ。秘密です。でも大丈夫、いいところですからついてきてください。ブティック、ここがいいところか。いえ、ここには準備しに来ただけですから違います。いいところはまだ秘密ですいいところってのはどこなんだ。それに何やら買ったようだがじゃあヒントだけ教えてあげますね。今買ったのは私と上流さんの分の水着ですよ。貸し切りだから誰もいないよ。ありがとう。そんなに興奮しないで。朝までずっと一緒なんですから。